度だけ更衣室で怒鳴り合って喧嘩したことがあります。なんとかしないとダメですよ、あの人。本当に共演 NG が結構いる、前みたいなものに邪魔される筋合いはないんだよっていうのを言ったんです。英語で怒鳴り合ってます。さあ、始まりました、もてちチャンネル。さあ、今回はですね、まあついにというか一度も話してこなかった、はい、話なんですけども、実は一度だけ更衣室で怒鳴り合って喧嘩したことがあります。河合塾にね、いる時は絶対に言わないと決めてはいたんですけど、まあ河合塾辞めまして、もう言ってもいい頃だろうという感じですね。一回だけ、はい、めっちゃ喧嘩したことあります。塾でね、普通に働いてた時は、まあまだね、大学生で、まあいろいろ言い合ったりとかっていうのはあったんですけど、まあ大人になって更衣室でがっつり喧嘩するっていうのは、あんま考えられなかったですね。まあとにかくひどい講師がいて、まあそれでなったわけですよ。しかも、私この怒鳴り合ったのって、英語で怒鳴り合ってます。非常に大きい声でしたね。まあ覚えてますね。本郷校の講師室でめっちゃ怒鳴り合って喧嘩したね。まあ経緯は、まあどうから話すか。まあだからいろいろと私の動画に出てきてはいるんですよ、話には。な、例えばほら、早稲田の理工の動画であれば、早稲田の理工の英語のね、問題、河合塾の回答が、まあ毎年のように間違ってると。で、それはネイティブがちゃんと仕事してないからって言って、で、昔はね、早稲田の理工って答え出さなかったですから、その間違ってても、まあ別になんともなかった。でも今は早稲田が公表しますから、答えね。だから河合がやっぱ間違ってるなってなるわけですよ。で、河合ってチームで回答作ってるから、先生たちいて、プラスでネイティブ講師入れてるんですよ。でもこのネイティブ講師がちゃんと仕事しないんですよ。手抜きなんです。別にだから正解しようがしまいが関係ないし、彼の給料になんか影響するとかもないので、だから適当にやってるんですね。だから愛塾の人今見てると思ってますけど、いや、なんとかしないとダメですよ、あの人、本当に。むっちゃくちゃ程度くんだから。で、その人とチームティーチングになるっていう時があったんですよ。まあだからその前からこの回答速報のやつとかやってたんで、なんて手を抜くやつだと思ってたわけですよ。なんで俺が回答速報のところでネイティブスピーカーに教えなきゃいけないんだと意味がわからんと思ってたわけですね。違う、そこはこうじゃなくて、ここにこうこうこう書いてあるから、これで、いやいやこうじゃんって言われて、いやそれはそうやって間違う人がいるって書いてある、その間違ってる人でしょって言ったりとかあったんですよ。で、リスニングの授業を担当する、浪人生のですね、リスニングの授業を担当するってなってて、で、去年が最初に何十人もいたのに 4,5 人しか来ないって言ってたんですよ、最後の方には。で、そんなことあるかと。リスニングで、だって共通テストにもリスニングあるんだし、そんなよっぽど人気ねえんだなって思って、で、そのネイティブはもう一人組んでた、一緒にいた日本人講師のせいにしたんですよ。その人がちゃんとやらないから、だから人気がなかったんだって言ったわけですね。まあ、ただ呼びに出てらっしゃるのか、出てらっしゃったのかわかんない、あの、英語の先生ですけども、彼のせいにしたわけですね。彼がひどくて、みたいなこと言ったんですけど、まあ、そんなことはなかったんですよ。その時は、なんでなんだろうって思ってたんですけど、で、ただ、チームティーチングって言ったってね、どんな感じでやるのかもわかんないから、で、何やるんだって聞いたんですね。そしたら、まあ、俺はお前を攻撃するから、アタッキューって言ったんですよ。何言ってんだ、この人は、つって。だから今までも、チームティーチングとか組んでる人で、そうやってやってきた。って言って、授業は。意味が分かんなかったんですよ。こいつは何を言ってんだろう、ジョークを言ってんのか。何なんだろうって思ってた。で、まあよく聞いたらその後分かるんですけど、共演 NG が結構いるっていう話で、だから一緒の講師室には絶対にしないでくれって言われて。でもまあ河合塾って首切れないから、簡単には。だからまあ、老害としてずっと残り続けてるわけですよ。まあ、ずっと昔からいる人ですよ。今井先生びっくりしてたから、まだいんのみたいなね。で、実際にそのチームティーチングの日になったわけですね。で、やったら、言ってた通りでした。本当にアタックするんですよ。攻撃をするんですよ。なんじゃその授業って思いますよね。そうですよ。なんじゃそりゃですよ。こっちからしても。で、基本的には、まあ、リスニングがあって、彼が解説したり、で、僕が解説したりもするんですけど、まあね、間違いさせようとするんですよ。例えば何だったっけな、リスニングの問題で、全然問題と関係ないので、What's his job? とかって言ったのかな、彼の仕事何みたいなの聞いて、で、俺が He's a doctor ってね、答えた時に、
あ、なんと答えられんだみたいな感じで、でこれでよく His job is a doctor みたいに言っちゃう人がいるんだよみたいな感じ で間違えさせる質問をバンバン投げていくんですよ。だからそれ聞いててわかるんですね。他にも employee とかなんとか っていうのは後ろにこう EE ついてるとそこにアクセントがつくみたいな話をしたら、いや例外あるしみたいなとか言ってくるわけですよ。いやこれだってこれが例外でこれが辞書にも載ってるしみたいなことを言ってくるんですよ。だから教えることに対して否定してくるんですね。で否定して間違えるような質問を投げかけてくる。で僕は英語が喋れるから別にそれに対して反論はできるんですけど、つまり他の先生たちね、やっぱ英語得意じゃない先生、リスニングでティームティーチングしてる人いっぱいいるから、その人たちはだからガンガン言われちゃって、で反論できないみたいになって、で喧嘩になって共演 NG みたいな人たちが、まあ、何人かね今までやってきた人でいると、そういう風になってるっていう話で、で終わった時にはぁってなって、でどういうこっちゃみたいな。でもすぐ帰っちゃうんですよ。すぐ帰って、だからもう興味に言って、いやもうこんなんやらないからっつって、あんなの授業じゃない、生徒たち何のプラスにもならない、教えたものを否定するとか間違えさせようとするとか意味がわからん、そりゃそんなことやってたら生徒は残らない、ボソボソ喋るし面白くないし、ティームティーチングしてた先生のせいにしてたけど、で生徒が全然いなくなったの、いやあんなの授業じゃないし、そもそもあんなんやってたらそんなの残るわけがないでしょ、だから言ったわけさ、どっちか選べた、俺はやらないから、あの人とはやらないからっていう風に興味に言ったら、まあそりゃね、ネイティブ講師を探す方が難しいですから、日本人講師なんて代わり山ほどいますからね、でどっちか選べっていう話をしたんですよね。でまあまあ後で教務がね謝罪に来たりとかするんですけど、いやでも教務が謝罪したところでしょうがない、教務が悪いわけじゃないって俺は言ったわけですね。それが別に教務の方々が悪いわけではないんで、悪いのは彼だから彼に謝らせてください。いやでも本当に迷惑かけて先生に降りてもらうことになる、まあだからコマがなくなるってことはすごい普通のね予備校講師にとってでかいことですから、でまあそれで僕がだから降りることになるわけです。で彼を残すわけですよ、老害を残すわけですね。で本校で同じだったんで、リスニングのクラスは秋葉だったん で次の週の月曜かで、次なんか見つかんなかったんだっけな、一人で結局やるんだよね、その後その講師が一回確かで本校で一緒になって、そうそう一元同じだったん でそこで言ってきたわけですね。なんかお前俺を貶めようとしてんのかみたいなこと言ってきて、はぁ、あんなの授業じゃない、考えてみる自分のやったことを、これ全部英語で喋ってますよ。お前はねずっとそこにしがみついてね、どうせすごい高い時給をぼったくってねもらっていて、単なる老害かもしんないけど、まあ、老害かもとは言ってないけど、こっちはこれから上がっていく人間なんで、お前みたいなものに邪魔される筋合いはないんだよっていうのを言ったんです。で、はぁみたいな感じになって、めっちゃ言いましたよ、もうむちゃくちゃもうガーって言った、本当に手を抜いて、昔からいる先生ですから絶対コマ級とかむちゃくちゃ高いわけですよ。だ当然辞めないからね、しがみついて、で年功序列社会ですから、で揉めてたら、同じ時間で教えてるカナダ人の先生が止めてきたそうそう、なんだっけな、イナフって伝わった、ネガティビティっつってたかな、なんかもうそうそう、その否定的にやめろみたいなことを言ってて、でそつに対しても言ったよね、 You know nothing みたいな感じで言った気がするな、お前何も知らねえだろみたいな感じで、でお前はそっちの状況だけ聞いてるかもしれないけど、こっちとら迷惑こむってんだよっつうのね、英語ってもうめっちゃ言いますからね、喧嘩する場合はって言って、ただまあその人がわって言ったからまあ収まる、まあ他の先生たちは何が起こってるか分かんない、なんか知らんけど英語でめちゃめちゃ言い争いが始まってるみたいな感じでしたけど、しかも本校ってすごい、まあ、おじいさん先生たちの集まりですから、まあ、当時は圧倒的に若かったと思います、本校にいた中では、うん、でまあそんな感じで、まあ、気まずい本校の日々を過ごすし、その秋葉でもね、その実践が終わって僕その次の授業来るといるから気まずい思いしたのを覚えてますね。ただまあただの一度きりですね、だ日本語で誰か別の先生が喧嘩したとかっていうのはありません、一度も。本当に尊敬してますから予備校講師は、もう本当にあれっきりですね。他のネイティブ講師たちはすごく仲良かったですね、全員いろいろ組んだ人も仲良かったし、組んでなくても講師室にいて一緒に話した人とかいたし、楽しんでたね、いつもね。まあ唯一一人だけそういう人がいたって感じです。まあ予備校っていうところで後にも先にもないですね。スタッフに怒ったことはあったけど、別になんかなんて怒るとかっていうのはないか。あったね、スタッフ言って普通に YouTube のコメントに書いてきたの文句を、そいつ、それでいやいやそんなことしてくるんだけどってね、校舎に伝えても僕はやってませんとかって言ってたけどねいやいやその教室内で起こってることお前しか知らん、で生徒かお前しか知らんのになんでとぼけんだって思ったけど、他に見れる人いないでしょって
ていうこともありましたけど、はい、唯一の大事件でした。リスニングやりたかったんだけどな。つかなんでそんな授業スタイルなんだろうね、あんな授業でもない、はい、ということでした。ぜひね、はい、この動画を見て、まあ、誰のこと言ってるかは、まあ可愛いの人だったらみんなわかるじゃあもう動画の喋り方でわかっちゃおうか、はい、ということでした。はい、まあ無事というか僕の方が先に引退し、そうそう登っていき、こんぐらい稼ぐんだから、まあもうその稼ぎにはたどり着きましたけどね、予備校はやめてますけどね、そこにはたどり着きましたはい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。